振り返ります。ホークスドラゴンズの22回戦です。 2.5 ゲーム差で2位のホークス、首位のドラゴンズです。その立ち上がり、フォアボールのランナーを置いたり、ヒットも出てというノーアウト3塁2塁の場面で、上林がセカンドへのタイムリー内野安打で1点を先制しました。そしてビシエドも詰まりながらレフトへのタイムリーヒットでさらに1点。その後ミスもありました。そして中島は緩いカーブを捉えての犠牲フライ。もう本当にこの立ち上がりのみという3点は、まあ、結果効きましたね。そうですね、はい。そして2回です。ドラゴンズの先発ピッチャーは好投を見せた福谷。井上を3球三振に。そしてショートゴロ、まあ、打たせて取る部分と決め球が冴える部分とというのは抑揚もかなりありましたね。いや、うまくね、そういうところ使いながらですね、力で押すとか押す、はい、うまくね、かわすとかかわす的順がね、今日はできましたね。4回の前田潤の投球です。まあ、こちら前田投手も尻上がりといいますか、はい、変えていった部分は見られましたし、まあ、立ち上がり、あの変化球のカウント球なかなかという話もいただきましたけど、はい、まあ、徐々に良くなってきて、この4回の投球三者凡退でした。3イニング続けての三者凡退というのは2、3、4回と見られました。5回には、まあ、連打を浴びてピンチを背負ったんですが、その間ドラゴンズもバントの失敗などもありました。2アウト3塁1塁はビシエド、サードフライに打ち取ってしのぎます。そして6回です。前田潤、外見逃し三振。山本は低め引っ掛けさせてサードゴロ。打ち取るスタイル、これが前田潤投手の投球ですというのが、はい、まあ、特に中盤に見られたかなというそんな感じでした。いや、本当攻めながら、はい、タイミングをずらしながら、うん、うまく打ち取る投球がね、本当できましたよね。さあ、それ以降、まあ、福谷投手マウンドに上がって6回の裏を待つシーンでしたけれども、今映像にもあったように